皆さんこんばんは、ガミです。今日は一応電車の動画なんですけど、だいぶこのアングル久々な感じだね。久々だね、この。なんか基本的に僕がさ動画撮るときって毎回駅のところに向かって、うん、はい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 っつってっけど、今回は我々がそう主役ということでね、やっていきたいと思います。で、今回この動画なんですけど、あの切符のお話をちょっとしていきたいなというふうに思います。まずね、切符の話なんですけど、あの切符には今現在2種類あるんですよね。で、2種類あって、その2種類っていうのは何かっていうと、感熱式の切符と熱転写の切符っていう、その2種類があるんですよね。大隅くん、熱転写の切符とか感熱の切符があるって知ってた？あ、それは知ってる。あ、知ってた。あの、なんかね、古い機械 の券売機で発見した切符だと熱転写になって、で、新しい最近導入した券売機だと感熱式の切符になるっていうことなんですよね。なんか他にもさ、なんか感熱の何事例かなんかって大隅くん知ってる？あ、まあ、熱転写の事例に関して言えば、まあ、あの、ファックスの、あの、あれ、ファックスなんかも、こう何、もうインクリボンをこう熱転写でこうやってるっていう感じだから。あ、そっかそっか。で、普通の印刷機を、あ、じゃあ普通の印刷機はあれ感熱式なんだ。あれはそうだね、感熱だよ。そう、あの、じゃあまずね、最初に、切符の話をする前に、熱転写と感熱の違いについてちょっとだけ説明をすると、あの熱転写っていうのはまず何かっていうと、あのインクを、熱で熱して、でそれを紙に垂らすっていう、そういう方式を取ってるのが熱転写なんですね。でそれに対して感熱式っていうのはどういう方式かっていうと、まず紙を温めて、でそこに、インクを垂らすっていう、そういう感じなんですね。だからまとめると、熱転写は先にインクを温める、でそれに対して感熱式は紙を温めるっていう、そういう方式なんですね。だからコピー機とかで紙をコピーすると、紙がちょっとあったかくなって出てくるんですよ。だからあれ多分そういうことだと思うんですよね。うん、じゃあ今回は、まだ感熱、あ、違う、感熱じゃない、熱転写の券売機っていうのが東京都内に何箇所か残っていて、その中でね、中野駅ってやつがあれ、まだ、ね、熱転写の券売機が残ってるんだよね。じゃあその熱転写の券売機に今回切符を買ってきたので、その様子をちょっとお送りしたいと思います。じゃあどうぞ。ところ変わって、こちらは中野駅です。じゃあこの中野駅の、これ MV30 っていう券売機らしいね。なんか旧型のタイプで、確かにこれ操作のパネルが若干古いんだよね。じゃあこちらで、じゃあ大隅くんが青春18切符を、買ってもらうということで、じゃあちょっと買ってみて。じゃあこっちから、こっちで、じゃあお得な切符で、やっぱ若干古いんだね。こういうで、18切符が、あれ、ないか。お得な切符の購入で、まあ、この中に入ってる。ああ、そういうことか。で、18切符、この一番、これかな。そうだね。で、これだね。ああ、結構古いね。やっぱ懐かしいね、これね。硬貨の入れる口がちっちゃいから、なんか MV30 で確実に熱転写らしいけど、そうなんだ。なんかその辺はよくわかんないよね。で、これはもうちょっと後でゆっくり見るか。で、こちらが、最近結構主流の新型の券売機ですね。さっきの MV30 型に比べるとやっぱだいぶ変わりますね。この上のところになんか変わるパネルがついてるって感じですね。で、このタッチパネルとかもだいぶ新しいものになってます。はい、じゃあね、青春18切符をそれぞれの券売機で買ってきました。まず上のやつが中野駅の、熱転写で発見した切符ですね。で、下のやつが、これは小久駅で発見した感熱式の切符なんですね。これ動画でわかるかな？
見た目だと完全にね、熱電車のこっちの切符の方が確かにこれ印字がすごく濃くて綺麗なんですよね。でそれに対して乾熱式の切符はまあなんだ熱電車に比べるとちょっとなんだ赤っぽい感じの印象があるんですよね。でこれ切符をちょっとじゃあ細かく見ていきましょう。これ乾熱式の切符なんですが、あの乾熱式の切符ってあの赤と黒の色が出るらしいんですね。で乾熱の、温度の高いか低いかによって低いと赤い色になって高いと黒色になるっていうそういうお話らしいんですね。でこれ切符のこの文字の外側っていうのは転写する時の熱が低いのでこれ若干赤色っぽくなってるってわかるかな、おすみくん。なんかちょっと赤か紫っぽい感じがするよね、これ。そうだからこれ全体的にちょっと赤っぽく見えるっていうそういう話らしいんですよね。僕言われるまで全然気づかなかったんですけど、これじゃあ実際ね、皆さんもお手持ちの乾熱式の切符がある方はね、ぜひこれ見ていただきたいっていうそういう感じなんですよね。じゃあ続いて熱電車の方の切符を見ていきましょう。これ熱電車の切符はやっぱりこれ印字が黒くてすごく濃いんですよね。全然違うんで、確かに見てみたらわかるかな。やっぱり結構濃いって感じなんですよね。でさっき大隅くんが言ってたんですけど、この熱電車の切符っていうのは光に照らすとこの黒い字が光って見えるんですよね。これわかるかな、これ熱電車の切符だけど光って見えるのわかるかな、大隅くんわかる？あ、今動画上で結構こう光って見える。ああ、なるほどなるほど。そうそうそう、こんな感じで。あ、じゃあ対してそれに対してこっちはそういうのがない。あ、本当だ、ない。あ、これは分かりやすいね。これはね、あの電話機のファックスなんかも完全にこれと同じでこう光って見えるんで、うんうん、ああそうなんだ。ファックスでやったやつ もうこれと同じ、こっちの熱電車の方と同じで、あの、まあ、最近はあんまりないけどこう電話機のファックスで送られてきたのをこうやって光かざしてみるとこうやって文字が光って見える。あ、すげえな、で、あとじゃあもうちょっと乾熱式と熱電車の違いについてお話をしたいと思います。乾熱式とあと熱電車っていうのはこれそもそも紙質が違うらしいんですよね。熱電車の紙ってこれ若干白っぽいんですけど、こっちの乾熱式の紙っていうのはこれ黄色っぽいんですよね。これやっぱり乾熱式に対応するための特殊な紙を使用してるっていうことなので若干紙が黄色っぽくなってます。ちょっと今はねこれ照明が電球色なもんでちょっと違いがよくわかんないんですが、確かにこれね、白い LED の下から見ると結構色の違いがわかりますね。で、あともう一点、熱電車と乾熱式の違いがあるんですけど、あの熱電車のこっちの切符の方があのスタンプの印字がいいらしいんですよね。この乾熱式の切符の方はあの乾熱の塗料がこれ切符に塗ってあるので、なんかその塗料が、あのスタンプのあれとスタンプと結構あの相性が良くないらしいっていうそういう話らしいんですよね。だからやっぱり切符を収集する人とかであのスタンプを押す人とかはもう絶対こっちの熱電車の方があのいいっていうそういう話らしいんですよね。はい、じゃあということで熱電車と乾熱式の違いについて今回はお話をしました。どうでしたかね。やっぱ熱電車の方が人気が高いっていうのはやっぱりこれ結構実感しましたね。で、じゃあ最後にね、熱電車がまだ残っている駅をちょっとだけ紹介しますか。今日は12月2日か2日だ、ね、12月2日時点でまだ熱電車の切符が発券できる、まあ、要はちょっと古めのタイプの、券売機が残っている駅なんですけども、有楽町七戸十和田七戸十和田も残ってんだね。あと乃木、ママダ、あと武蔵小杉で、武蔵小杉は残ってるんですけど12月6日にこれ置き換えられちゃうらしいんで、多分この動画が上がってる時にはもう置き換えられてると思いますね。で、あとは MV30 っていうちょっと比較的あの熱電車が発見できる機械の中でも古いタイプのやつが残ってるのが池袋と中野っていうことなんですね。で、東日本の管内だともうこれしかないっていうことなんで、もうあんだけ券売機たくさんあったのにもう全部もう乾熱式になっちゃった感じなんですよね。
で西日本にはもう残っていなくて、東海の方に行けばまだ結構あるらしい、ね、35度の方に限れば結構あるらしい。そう、まだ結構あるらしいから、まあなんだろうなどうしても熱電車の切符が欲しいっていう方はあのソリラの駅にぜひ行ってみてはいかがでしょうかということでね。でも結構行く人いるからね、多いよね。そうやって我々がこれ発見した時だって結構何人か多分切符収集マニアの人いたからね。ということでね、熱電車好きな方にとってはね、中野駅とかだいぶ天国だと思いますけどね、まあじゃあ置き換えられないうちにぜひお早めに熱電車の切符取ってみてはいかがでしょうかということで、じゃあこの動画は終わりにさせていただきたいと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。